禁煙は簡単ではありませんが、科学的に正しい禁煙法を知れば、禁煙成功のハードルを下げることができます。この動画では、禁煙に関する誤解を解消し、禁煙テクニックを紹介することで、多くの視聴者に禁煙への意欲を高めてもらえることを目指します。この動画では、3つの誤解を解消した上で、禁煙テクニックを5つ紹介しています。特に最後のテクニックは、効果的ですので、最後までぜひご覧ください。3つの誤解。誤解1、本気を出せばタバコはやめられる。実際には禁煙は単に本気を出すだけでは困難であり、医師の力だけで禁煙に成功することは稀です。誤解に、タバコはニコチンの依存症だからやめられない。ニコチンは依存性がありますが、禁煙を始めて数日で体外に排出され、身体的な依存は薄れます。また、環境や状況の変化によって依存性を感じないこともあります。誤解3、タバコはストレス解消になる。うまいから吸っている。タバコは科学的な根拠に基づいてストレスを解消する効果はありません。一時的にストレスを軽減させるように感じられるかもしれませんが、その後にさらなるストレスを引き起こすこともあります。5つのテクニック。1、禁煙開始日を設定する。まず、禁煙開始日を2週間後に設定します。なぜ2週間も空けるかというと、禁煙に向けた準備期間を作るためです。設定日ですが、仕事などが落ち着いており、ストレスがないであろう日に設定することが定められています。休日や長期休暇の初日がおすすめです。2、喫煙のトリガー状況を見極める。喫煙のトリガーを見極めるという方法です。こちらは2週間の準備期間中に行います。冒頭に紹介したようにタバコを吸う人は、大抵の場合、単なる習慣でタバコを吸っています。こうした、喫煙の前後の行動や環境を見極め、喫煙の引き金を探しましょう。3、喫煙、リマインダーを消す。喫煙、リマインダーを消すという方法です。禁煙を始めると、必ずタバコが吸いたい瞬間が訪れます。この誘惑に対して、準備期間に、あなたの身の回りからタバコを連想させるものを、取り除いていくことが禁煙の成功率を高めます。例えば、ライターや、灰皿などを処分してしまいましょう。4、イフゼンプランを立てる。4つ目は、吸いたくなった時の、イフゼンプランを立てましょう。もし、イフレレーが起きたら、全行動をすると、前もって決めて、悪い習慣を断ち切り、新たな習慣を身につけるための、多くの研究でも効果が立証されている、最強テクニックと言われています。例えば、以下のようなイフゼンプランを考えることができます。イフ仕事が忙しくなってイライラしたら、全外に出て、深呼吸をする。イフ会社の同僚が喫煙しているのを見て、全別の場所に移動する。イフストレスが溜まって、タバコを吸いたくなったら、全ストレッチやヨガをしてリラックスする。イフお酒を飲んで、気持ちが高揚してきたら、全アルコールを控えめにし、水やジュースを飲む。イフタバコを吸いたいと強く思ってしまったら、全友人に話をする、スマホのアプリで、ストレス解消法を探す、などの行動をする。これらのイフ全プランを作成することで、禁煙中に起こる誘惑やストレスに直面した時に、自分自身を律することができるようになります。また、イフ全プランを立てることで、禁煙を始めた時に自信を持って取り組むことができ、禁煙の成功率を高めることができます。いかがだったでしょうか？今回のテクニックが、皆さんの禁煙の成功に役立つことを願っております。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。